夜の闇が満天の星の光を照らすとき、疲れた体をソファーに委ね、グラスを傾けながら、お休み前に素敵な音楽で心を癒していただければと思います。こんばんは。今日はどんな一日でしたか？霞のミュージックストリーム、ご案内は中高年のためのアイドルをしています、霞です。10月11日水曜日午後10時を回りました。霞のミュージックストリーム、本日は90回目の放送です。イエーイ、頑張ってます。パーソナリティの霞です。今宵もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、元気よく始まっておりますが、実はこの日は原宿クロコダイルでペンギンウィズ霞&ノアのコンサートの日です。で、多分大変盛り上がって、お客様はペンライトをブンブン振って踊りまくって、もう笑いまくって楽しく終わってるはずです。ということで、ね、放送できないので、今はですね、10月8日日曜日です。でお送りしております。で、本日はですね、秋に聴きたい曲っていうことで、たくさんの曲をかけたいということでね、まずね、もういきなりお題から参りたいと思いますよ。まずはラジオネームおらしさんからです。おらしさん、ありがとうございます。9月29日は中秋の名月だとか、あ、放送日はもう過ぎてしまっていますね。秋は月が綺麗に見えますよね。あるじゃないですか、秋に聴きたいぴったりな曲が。それはかすみさんの月夜のブランコですっていうことです。おらしさん、最高です。ありがとうございます。ということで、本日の1曲目はかすみのオリジナル曲で、月夜のブランコからスタートです。大好き幸子ちゃんからです。幸子ちゃん、毎週お聴きくださりありがとうございますね。秋になると聴きたくなる曲は西城秀樹さんのセンチメンタルガールです。秋になるとこの曲が聴きたくなります。秋は切なくて寂しくてロマンチックな季節でもあるので大好きです。特に今すぐにかけてこい、ためらわず僕の胸にのところと、
君には僕が必要さのところがたまらなく胸キュンになります、かっこ笑いっていうことです。うんうん、そんな風に言われたらキュンキュンしちゃうよね。ではお聞きください、西城秀樹さんでセンチメンタルガール。枯れ花公園に佇んで何を思うの、また一つ大人になった、私自身綺麗になった、今すぐにかけてこい、ためらわず僕の胸に、秋風に震えてないで、いつでもそばにいるのに、君よ悲しみを吹き飛ばし、夢に見たような燃える恋をしよう、抱きしめて二度と離さない。続きまして、お庭番さんからです。お庭番さん、ありがとうございます。秋を思わす曲、ビバルディの四季から秋、セリヨーコさんの四季の歌の秋、童謡のモミジなどいろいろありますが、お題を聞いて一番先に浮かんだのはありきたりかもしれませんが枯葉でした。イメージは晩秋ですが、イブモンタンのフランス語のオリジナルを秋に色づくパリのカフェでコーヒーを飲みながら聞いてみたいですっていうことです。まあなんて素敵なんでしょう。ではイメージしながらお聞きください。イブモンタンで枯葉。Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié.La chanson que tu me chantais, c'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble.Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit.フランス語は美しいと言いますが、これは本当にそう思いますよね。
続きまして、コミタンです。コミタン、本当に毎週ありがとうございます。秋に聴きたい曲、オフコースの秋の気配ですね。独身の頃に彼女ができると、千葉県民なのに横浜ばかりデートに行っていました。この歌詞は港が見える公園ですが、山下公園や三景園、レストラン、ドルフィンなどがデートコースでしたよ。独身時代の秋を思い出す曲です。かすみたんとはみんなで乗ったディナークルーズ、マリンルージュが素敵な思い出です。ということです。本当にね、楽しかったよね。ぜひ来年はかすみディナークルーズがやってみたいななんて思っていますよ。ではこみたん、若かりし頃の胸キュンデートを思い出してもらいましょう。オフコースで秋の気配。大串さんからいただきました。ありがとうございます。ラストオータムズドリームという海外のバンドです。メンバーがそれぞれ別のバンドで活動していて、なんといっても歌メロと泣きのギター、そしてバンド名がまさに秋です。個人的には90年から2000年代の日本ドラマに使われても良いのではないかと感じる曲ですということです。私このバンド知らなかったんですけれども、聞かせていただいて、なんかハードロックなんだけどすごいメロディーがポップで、ね、素敵だなと思いました。好みですでは皆さんにもお聞きいただきましょう。ラストオータムズドリームで Again and Again。
ジオネームケイスケさんからです。ありがとうございます。秋に聴きたい曲っていっぱいあるよ。イブモンタンの枯葉とか。でもやっぱり岩崎宏美さんの思春期だねっていうことです。この曲ね、私何歳、18歳ぐらいの時かな、練習曲でもう毎日歌っていました。懐かしいです。お聴きください。岩崎宏美さんで思春期。足音もなく行き過ぎた季節を一人見送って、ハラハラ涙あふれる私18、無口だけれど温かい心を持った、あの人の別れの言葉抱きしめ、やがて19に心揺れる秋になって、涙もろい私、お化けの声が入ってるの。これがねすっごい話題になったんですよね。ね、そのことはまた今度にしましょう。では続きまして、兄さんからとしんちゃんからとすねちゃんから、コスモスということでね、いただきました。で、すねちゃんがですね、コスモスだけどどちらかというと桃江ちゃんよりもさだまさしさんの方が好きですっていうふうにコメントを入れてくださったので、今日はですねさだまさしさんのコスモスお聞きください。何気ない日だまりに揺れている、この頃涙もろくなった母が
庭先で一つ咳をする、縁側でアルバムを開いては、私の幼い日の思い出を、何度も同じ話繰り返す、独り言みたいに小さな声で、こんな小春優しさが染みてくる、明日と継ぐ私に苦労はしても笑い話に時が変えるよ、心配いらないと笑った。そしてマキちゃんからです。マキちゃんありがとうございます。かすみ姫様こんばんは。いよいよ10月に入って今年も残すところ3ヶ月になりましたが、先日の中秋の名月はとても綺麗でしたね。本当に明るい月でしたね。本当に綺麗でした。こんな夜に聴きたい曲、私の場合は秋には月を見ながら静かな時を過ごしたいと思うので、聴きたい曲ベスト5は1、ベートーベンのピアノソナタ第14番第1楽章月光、2、オードリー・ヘップバーンの歌うムーンリバー、3、枯葉ピアノやチェロ等が演奏する枯葉やロマンチックに歌う枯葉を聴きながら窓の外でゆっくりひらひら落ちていく枯葉を見ながら本を読んだり紅茶を飲むのは贅沢な秋です。素敵だそして4、月の砂漠、歌詞がとてもロマンチックです。そうね。5、映画音楽、ロミオとジュリエットのテーマ曲、これも素敵だよね。捨てがたい、良い曲がたくさんありますねっていうことです。マキちゃんたくさんあげてくださり、私も迷ってしまいます。でもね、オードリー・ヘップバーンの歌うムーンリバー、これどうでしょう。かすみの歌うムーンリバーで勘弁してくださいお聞きください。かすみの歌うムーンリバー。富美男ちゃんから南沙織さんの色づく街ですとか、秋光さんからかすみちゃんこんばんは、聖子ちゃんの風立ちぬをお願いしますとか、他にもいろいろたくさんいただいたんですけれども、読み切れず本当にごめんなさい。またね、次に回したいと思いますのでね、またよろしくお願いします。では来週のお題、初めての告白したこと、されたことを募集したいと思います。私はね、初めて告白されたことって言われると思い出せるのは
中学校の卒業式の日にサッカー部の男の子からお友達になってくださいって渡り廊下のところで告白されたの。もうそれが最初で最後じゃない？告白されたことってないよね、残念ながら。なんで？ということで、皆さんの初めての告白したこと、されたこと、大募集します。メールアドレスはアイドルかすみ@gmail.com です。すべて小文字で idolkasumi@gmail.com です。よろしくお願いいたします。お知らせです。12月12日火曜日、かすみバースデー&クリスマスコンサート、ラドンナ原宿です。オープンが17時、スタートが18時30分です。ご予約はラドンナ原宿のホームページからか、お電話でのご予約になります。0357756775までよろしくお願いいたします。この日はドレスコードがピンクです。ピンクのアイテムを身につけてクリスマス気分を盛り上げてください。でもこれは強制ではありませんので、楽しんでいただければと思っております。そして残席がわずかになってきました。ご予約お急ぎください。本当にありがとうございます。では今日は駆け足で参りましたが、お別れの時間となってしまいました。今月のお別れの曲はかすみのオリジナル曲、忘れられないサンセットです。今宵も FM 湘南ナパサ、かすみのミュージックストリームをお聴きくださいましてありがとうございました。また来週もお会いしましょうね。引き続き FM 湘南ナパサをお楽しみください。パーソナリティはかすみでした。バイバイ。7.3